入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます。受験トーク、それでは始めていきましょう。マナミズムの吉野です。マナミズムの矢沢です。どうもこんにちは。よろしくお願いします。今回の、テーマなんですけれども、はい、ビリギャル、はい、というテーマでちょっとお話ししていきたいなというふうに思うんですけども、学年最下位のギャルが、なんとかなんとかで警報に受かった話だね。そうですね、はい、最近というかもうちょっと人より終わったかなぐらいの時期でね、なんですけれどもね、はい、まあね、見るとやっぱりこう、まあ、頑張ってるなと、まあ、すごいなっていうのはまあ印象としてあるんですけど、はい、映画もめっちゃ面白いらしいですよ。らしいですね、まあ、それを見てないんですけど、あの塾生もやるめっちゃ面白い、頑張りましたみたいなところ、いたぐらいで、はいはい、ちょっと俺も見てみようかなというふうに思って、すいませんね、見てなくて、ちょっと借りてみようか、DVD になったら見ようかなと思ってます。はい、っていう感じで、ビリギャルね、本当にすごいなっていうのは、まあ、印象としてあるんですけども、はい、ただやっぱり、よくよく考えてみ、よくよくというか、うちもそうですし、まあ、他のね、いろんな塾さんあると思うんですけども、うん、ビリギャル的な子って、毎年いてると思うんですよね。あのね、そうなんですよ、そうなんですよ。あの、僕もこれ言いたくて、はい、すごいっていう風にこうメディアで取り上げられてるから、うん、この僕たちとしては嬉しいんですよ。教育業界が前に出てくれて、うんうん、そうだ先生ですよね、うんうん、が前に出てきてくれてすごく嬉しいんですけど、うんうん、まあ、どこの塾でも本気で指導してたら、うん、毎年こういうこと起こるよねっていう、うん、話です、ね、そうですよね、ちょっと口は悪いかもしれないですけど、うんうん、当たり前ではないんですけど、なあなあに指導してないところだったら、毎年、うん、あれはすごい逆転攻撃劇だったよねっていうのは、うん、ありますよね、うん、ありますね、うん、ちょっと2件ほど話していいですか、はい、2件ほど話していいですか、はい、大手門学院大学、じゃあ大手門学院高校かな、はい、っていうところね、高校があって、偏差値が50ちょっとで、ね、特進1類2類ってあるから、その2類がね一番悪いんですけど、そこでも全然できひんかった、もう学校でもすごいお荷物状態だったと、うん、まあ、偏差値って言ったら、もちろん模試で言ったら40点ぐらいし、偏差値40ぐらいしかないし、はい、学校の偏差値もそんな高くない、うん、っていう子が、半年ぐらいかな、入塾したのが4月、3月ぐらいかな、に入塾して半年で、模試で、河合の模試やったなと思うんだけど、河合の模試で、学年トップで、その1類特進1類2類、全部合わせた学年で、一番最下位のその2類の子がトップになって、うん、これ今年の話だもんね、2015年度受験生の話で、前ありますし、その他にもう一つ話したいのは、はい、2015年度の受験生だったら、中学受験をした時に関西大学第一中学校に蹴られてると、うん、関大一校に蹴られてて、うん、で、その塾に入ってきた時はね、ちょっと高校2年生の時から K 塾に、うん、行ってて、ちょっとうまくいかへんかったから助けてくださいって、うん、僕はでも関西大学が大嫌いなんですと、うん、一回僕のことを落としてるから関西大学は絶対行かないんです、うん、僕は関西学院大学に行きますって言って、うん、言った子がガンガン勉強して、うん、で関西学院大学の国際かな、うん、その第一志望に受かったんですけど、うん、その時面白いのが、受験指導で関西大学も関西学院大学受けるんだったら滑り止めというか一応受けといてくれと、うん、で社会安全学部に受けときなさいと、うん、社会安全学部受けときなさいって言ったら、その社会安全学部で受けた日首席で合格しますからね。だから1位なんですよ。その何万人ですか、全受験生、ちょっとパッと関西大学出てきませんけど、はい、まあ、社会安全だったら4000ぐらいですかね、うん、その4000分の1でしょ、うん、で4年間授業料無料ですもん、うん、でそういうこともあるんですよね。中学校の時失敗して、最初の塾でも失敗したんだけど、結局うちの塾に入ってきて大学で合格を、果たしたっていう子もね、全然いるわけです、うんうん、だから、すみません、ビリギャルについてのトークテーマなんですよ。うち の自慢話になっちゃいましたけど、ビリギャル、誰でも本気になってやれば起こせますよ、そういう奇跡なんてね、そういうことは伝えたいですよね。全然無理な話じゃないです、うん、は誰もがなれるというかね、感動するのはね、感動すると思います。非常にストーリーがあるね。そうですね、はい、はい、なので、まあ、みんながビリギャル目指してというか、頑張っていただきたいなというふうに
ふうに思います、はい。それではこの動画はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。マナビズムの LINE アット公式アカウントができました。 LINE では YouTube では上げられないような今年度の短歌の同率の頭学部の情報などたくさん配信しておりますので、ぜひぜひお友達登録よろしくお願いします。登録方法はアットマナビズムで検索、 MANAVISM です。ちなみにアットから検索しないと出てこないので注意するようにしてください。カンカン同率専門塾マナビズムの期間限定の講習のお知らせはこちらのボタンをクリックしてください。スマートフォンの方は右上の i のボタン、もしくは動画の説明欄にリンクを貼っておきますので、そちらから飛ぶようにお願いします。どうしてもマナビズムに通えない、そういう子は我々マナビズムの講師陣が出向しているカンカン同率専門在宅予備校勘予備よりお問い合わせお願いします。スマートフォンの方はこちらも右上の i のボタン、下の動画説明欄にリンクを貼っておきますので、そちらから飛ぶようにお願いいたします。パソコンの方はこちらのチャンネル登録ボタンよりチャンネル登録をお願いします。スマートフォンの方は下のチャンネル登録のボタンを押してチャンネル登録するようにお願いいたします。